結構なんだろうね、目は好きなんですけど、人の目で結構いろんなところを探ったりしません？人のなんか目がキョロキョロしてたりとか、だからそう見られること、そう目ってね、いろんなこと考えられるんですよ。あの見る見られるもあるし、あと心も、あと意思も結構出てきますね、その絵の中に。あの目を描くときにどういう意思なのか、あと結構うつろになってたりとか、まっすぐこっち見てるとか、あとは睨んでるとかね。あの絵描いてるうちにどんどんこの絵が意識を持つようになって、でそれでその絵がどんどん要求してくる、で要求されすぎてその絵をこうぶっ壊したくなってくるっていうようなぐらい。だから私はこういう目だとか、私はこういう装飾をしているとか、なんかもっと目の奥が重いんだとか、いろんなそういうことを、なんか絵がなんかこうだから意識持っちゃうんですよ。あのそれがすごい、なんか何なんだろうって今でも思うんですけど、だから生命体作ってる感じですよね、その絵とは言いつつ。で描き終わると本当に関係ない人になっちゃう、そうからすごい安心するんです。描いてる最中はなんかこう奴隷じゃないけど、何歳だろう、そういうものになっちゃ そうだから途中から自分消えちゃうんですよね、自分のこと描いてるはずなのに。それがとっても不思議で、だからいいのかもしれないですね、その自分の内容から剥がれていっちゃうから。そう思います。なんか初めは本当に深刻なんだけど、描くことでどんどん話変わってきちゃうんですよね。面白いですよね、それね。